こんにちは、なるほど店です。今日は、クラッシュオブクランのこちらですね。こちらクリックしていただくとチャレンジゲームですかね、ができますので、こちらで、ポイントをゲットしたいと思います。今私のスコアが、5000分の1200ですね。で、今こちら、私が所属しているチャパ6ですねが今、4番目の報酬まであと、1680スコアを稼げれば到達します。で、今報酬はこちらですね。7番目まであって今5番目までクリアしてます。で、まあ、7番目まで行くとより豪華な報酬がもらえますので、まあ、そこまで貯めれれば嬉しいですね。で、今回は、どれを、まあ、いろいろあるんですけど、簡単なやつがいいですね。こちらあれですね、色が背景が2種類あると思うんですけども、こちらの方が大工の村ですね。もう一つのエリアの方の戦いで、こちらの背景の色はマルチプレイですね。まあ、今いるこちら側のステージですかね。で、クリアすれば OK です。まあ、1時間で、クリアするタイプは報酬が高いんですけど、結構難しいのが多いですね。では、今回こちらですね。相手タウンホール10ですね。のプレイヤーから、星3個を獲得すればクリアです。通算3個ではないので、多分1回のプレイで3個。まあ、3個というと全開ですね。100% 相手の村を破壊するということになります。ではちょっとこちらをやっていきたいと思います。タウンホール11限定ですので、で、かつ、あれですね、全開できそうな、まあ、こちらはタウンホール12ですかね。すみませんね、タウンホール10を破壊するんでしたっけ。あ、10でしたね。勝手にタウンホールレベルが1上がってましたね。おっと、こちらのステージはいけそうな気がしますね。注意するのは、こちらのインフェルノタワーがシングルモードですので、1体に対して強力なダメージを与えますので、私基本的にクイヒーですね。クイーン、こちらのクイーンに、このヒーラーをつけていく形ですね。ですので、まあ、インフェルノが複数タイプ、マルチタイプですかね。の攻撃の時は別に問題ないんですけど、シングルですと結構瞬殺されてしまいますので、まあ、上の方はちょっとジャイアントあたりを大量にぶつけていきたいと思います。フリーズを使ってちょっと、まあ、やってみましょう。こうやって凍らすことができますので、ちょっと全開なので全員いきます。
スキルも使えますので、使ってなかったですね。すみませんね、ウォーデンでしたね。久しぶりに名前を間違ってました。ウォーデンのスキルは、になるのが5秒ですね。今私が使います。でこちら今クリア出しましたので、300ポイントですね、入りました。まあ、このようにしてポイントを、まあ、スコアですかね、を稼いでいけば、まあ、5000ポイント貯まると思います。まあ、今回結構数字が大きいので、まあ、もらえるスコアがたくさんもらえますね。800とかもらえますので、このようにして、まあ、サクサクと貯めていったら、まあ、おいしい報酬がもらえると思います。こちらクランに入ってないとチャレンジできませんので、まあ、ぜひクランに入って遊んでください。よろしければ、グッドボタンと、チャンネル登録をお願いいたします。では今回の動画は以上とさせていただきます。また次の動画でお会いしましょう。